大略法令和4年9月1日号体験発表大阪府豊中市本教寺支部吉田節子北ッ高公連合会第58回総会コロナ禍のハードル超え支部尺伏請願達成目指す心が一つになり起こること私は。 本教寺支部幹事・借物責任者を拝命しております。コロナ禍が始まった頃から、支部の借物が思うように進まないのを何とかしようと、朝6時から、ご住職・南原兵道御尊氏の招待業に音もすべく朝参りを続けました。現状打破への覚悟招待業を続ける中で、現状を打破するには、今まで実践してきた自身の縁起借物だけでなく、 所属する南地区を盛り上げそこから支部の活性化を目指そうと思い至りました一畳の堀を越えぬ者十畳二十畳の堀を越えゆべきかのご禁言のままにまずは私自身が一人が一人の釈伏をと考え本年1月に友人の山田さんを釈伏させていただきましたそして地区を活性化するため釈伏の大事を地区のみんなにはっきり伝えることに取り組みました SNS のグループを作り、尺服の意義や尺服への熱い思いを込めた言葉で伝え続けながら、個別の連絡も密に行ううち、コロナ禍でも対策を万全に講じればできることはたくさんあると分かりました。電話やメールだけではなく、たとえ会えなくても訪問してインターホン越しに話すなど、コロナ禍だからこそ、いつもより心に届く声かけを実践しました。私と共に朝参りを実践して、 この活動を続けた母は心が磨かれ職場やお店等どこでも普段着の着服ができるように変わり南地区長を拝命しました母の癌、発見、ままたも確信深まる。しかし喜びも束の間大きな生涯が現れました1月末のご登山から3日後の夜中母から今大量の血を吐いてしまったと。 弱々ししい声で電話がありました私は慌てて救急車を呼び心の中でお題目を唱えながら病院へ向かいました病院に着くと胃から大量出血し心不全もあり危険な状態と説明を受けましたその後も思うように回復せず3月に入ってようやく症状が落ち着いたので退院のための最終検査を受けると胃にわずかな膨らみがあることが分かりました そこからが,んが発見されました。転院先の大学病院の医師はこんな見つかり方ってあるんですね胃がんのステージ1です早期で本当に良かった吐血して救急搬送されたから医師が胃に注目しがんが発見できたのですよと驚いていました今なら完治できる可能性があるので胃の切除術を行うとのこと母は仏様に守られたのだと強く感じました 手術までにご法音の尺伏を、と母は、手術の2日前、いを決して以前断られた息子の嫁に電話をかけて、新人の話をしました。再度断られ、とても落胆していましたが、その直後に、私の携帯に、父から着信があり、開口一番、今から、友人の山内さんをお寺にお連れできると、嬉しい知らせをくれました。そして、母と私が見守る中、 無事にご自戒となりました母の祈りと行動をご本尊様がご奨覧くださり、父のもとに変化の人を使わせてくださったとしか考えられませんでした。私は、今この時に、自分が釈伏させていただいた両親が、今ンで心一つに釈伏に打って出る姿を見ることができて、本当に嬉しいです。これで安心して、手術に臨める。あとはご本尊様にお任せしますと。 ご住職が総本山に願い出てくださったご夫婦を賜って母は笑顔でした手術は無事に成功し胃も一部残すことができ腫瘍マーカーの値もゼロとなりました朝参りと普段ん着の着服により最小消滅をさせていただけた地区長その現象を目の当たりにした南地区のみんなにも活気がみなぎってきました心が届き始めた地区に活気と勢い 開天使施設に入所していた柴崎さんには約2年間手紙を通じて心を磨くには日蓮召集の新人に立ち返るしかないと何度もお伝えし3月には寛解の約束ができましたしかし2月は本郷獅子部の大灼伏業の月であるにもかかわらず成果に結びつかない状況に陥っていました2月の最終日朝参入りの際に保温躍進の年の大灼伏業の月 このの時に釈ができないのは不知音だ。仏様とのお約束を守らない人間になるのは絶対に嫌という強い思いに突き動かされ気づけば柴崎さんに意義深いこの月を逃さず今日中に感慨を受けましょうと電話をかけていましたその言葉が響いたのでしょう柴崎さんは友人の須藤さんも連れて参詣され2月最終日の夜に2名の入信が叶いましたその後 柴崎さんは尺福に目覚め、7月末までに7名の尺福を成就されています。また、3年前に神奈川へ出向いて尺福させていただいた元検証会員の小林さんから、本年6月のご登山の際に、検証会員の早坂さんをお連れし、尺福したいと相談を受けました。ご登山の前に、ぜひ、大阪の本教寺でご受会をと提案し、その場で、電話を早坂さんに代わってもらいは釈 その結果、次の週に本教寺まで来られ、退店して検証会に入っていたことが分かり、晴れて寛解となりました。ククからククへつながるつながる、る。登山まで2日後となった日、早坂さんから連絡が入り、ご登山に、友人の久米さんもお連れしたいとのこと。ご住職にご報告すると、総本山にお連れするのは結構です。でも せっかくなら時を大事にしてご受会を受けさせてあげましょうとご指導くださいました。ご登山当日、大阪から向かう車内で地区のみんなに話すと、総本山で神奈川藩と合流した後、この車で大阪にお連れしよう。ちょうど3名分の空席があると決まりました。車内には母、柴崎さん、他にも心を一つに動いてきた仲間たちがおりました。みんなが見守る中、 久米さん本人にも電話でこの案を話すと快諾されました。早坂さんがお連れした久米さんは、総本山見学の後、ご会費を終えた私たちと、車に乗って本教寺に参詣し、ご受会を受けることができました。その1週間後、今度は久米さんが友人の釈袋を成就できました。ご発掘日女商人芸家がご指南あばされる釈袋というのは、大商人様のお振る舞いがそうであったように。 はじめは、一人のところから、2人、3人、100人と次第に伝えていくのです。これが尺伏の原型なのですとの姿に、万分の1なりとも近づくことができたのではと、嬉しく感じております。一人が一人の尺伏を週単位で成就でき、地区が盛り上がる中、気になることが一つありました。それは私の引っ越しです。年初に、上司から、9月頃に、職場が遠方に移転するから、 転居菩提寺が遠くなるのは寂しいけれど、すべてはごぶっちと捉え、自分のことについては、毎朝、最大限、交付のお役に立てる人生になるようお導きくださいとだけご記念しておりました。すると、6月末に、会社の方針が変わり、転勤が突如なくなるという大工読をいただきました。なんと、私の業務が他社に委託となり、 待遇は変わらずに大阪近辺で働くことが可能となりました。これで引き続き菩提寺の近くに住めます。本教寺のご本尊様が私をお守りくださったとありがたさで胸がいっぱいになりました。思えば17年前、鬱で疲れ果て1人で訪ねた本教寺。弱く脆い私でしたが、そこから経済区、離婚、病魔などさまざまな財商を。 お題目と物で乗り越えさせていたただきましたそのくどくを喜びをもって伝えるうちに、今では尺ぶさせていただいた方が100名を超えました。そして、コロナ禍でも歩みを止めずに、南ばらご住職の的確なご指導通りに、事業桁の実践を続けた結果、今、痛体同心の団結をもって、共に尺ぶ業に邁進できる仲間たちに囲まれております。これこそが、 末法のご本仏からいただいた最高の功徳だと確信しております最高の孤独いただける新人を大せず貫くご発ス商人芸家は我々から釈伏を取ってしまったら何も残りません大聖人様のご由名は一点視界皆既妙法光泉ル布なのでありますそのご由名を果たしていく具体的な戦いこそ釈伏ではないでしょうか私は 師匠であった官病院、日次上人から、新人とは尺伏なりと教わりました。まさしく、私もそのように思いますと、ご指南くださっています。これからも、このご指南を胸に、いついかなる時も、尺伏の実践を常に大切に貫き、この世を去るその時まで、一人でも、多くの方々に、仏様のお使いをさせていただきます。そして、時が来ましたら、第五本尊様のもとへ長谷三、はせ参事。 大聖人様に頭を撫でていただけるよう、仲間ともども、さらなるご法音の釈仏業に邁進いたしますことを、ブッソ三坊村、ごホッスニチ女商人芸家にこの場にて、固くお誓い申し上げ、私の発表とさせていただきます。